反日の根源というのをずっとやってきたわけですけども、反日ということの追加をですね、ちょっとしておきたいというふうに思うんですね。世界の人は日本をどう見てるかということなんですが、それとあとアジアの方、日本人がアジアの方をどう見てるか、アジアの人は日本人をどう見てるかという、そういうような視点からちょっと見てみますとですね、ここにはですね、フランス人の好き嫌いと日本人の好き嫌いをちょっと比較しております。これは非常に示唆的なんですけどね、まず左上の図がですね、世界地図が日本人の好き嫌いなんですね。日本人の好き嫌いを見ますとね、まず好きという国はブルーな、これは自分の国はブルーなんですが、紫色ですね、紫色の国が日本人は好きなんですよ。すると好きなのはアメリカとフランスとドイツ、イギリス、フィンランドなんですね。日本人が好きなのはあとタイですね。タイがちょっと、タイもそうですね。タイ、フィンランド、イギリス、ドイツ、フランス、アメリカなんですよ。いずれもですね、タイ以外は白人で、かつ日本を痛めつけた日本が痛めつけられた相手なんですね。だ、日本はやっぱり白人好みなんですね。その次のですね、ラブの下がライク、好きだっていう国はですね、カナダ、ブラジル、それからヨーロッパのほとんど、それからイラン、トルコと、まあ、こういうとこが好きなんですね。だからまあ大好き、ラブとですね、好き、ライクと2つ合わせますとね、日本人はヨーロッパとアメリカ人が好きで、それからトルコ、イランが好きだと、まあ、こんなようなことになるんですね。で、嫌いな国はですね、日本が嫌いな国は、中国、朝鮮、それから中東なんですよ。イラン、トルコ以外の、いわゆるアラブ人のところですね。これが嫌いなんですよ。で、あとパキスタンですね、ヘイトですから。もう殺したいほど嫌いだっていうのが中国と朝鮮と、中東で、まあ、中東は多分これ、NHK の報道の影響が大きいでしょうね。だから日本人はですね、やっぱり近隣のアジアが嫌いなんですよ。アジアが嫌いで白人が好きなんですよ、日本人はですね。ちょっと考えちゃうですね。だって、中国が見苦しいっていうのはまあわかるにしてもですね、サウジアラビアとかそれからシリア、イラクなんかは親日国ですよ、どちらかというと。しかしそこはやっぱりアジアだから嫌いなんですよ。それからインドとか、それからインドネシア、まあそういったフィリピンですね、こういった割合と日本に親しい国もですね、好きでも嫌いでもないっていう感じなんですね。だからなんかやっぱり日本人の感じ、国際的な感じっていうのはやっぱり白人コンプレックスなんですよね、残念ながら。これに対して右下はフランス人の好き嫌いなんですよ。フランスですから自国はブルーなんですけども、好き、ラブって言って、ラブというのがですね、アメリカ、カナダ、あとヨーロッパなんですよ。つまり近くが好きなんですよ。日本人で言えば朝鮮とか中国が好きっていう感じなんですよ。フィリピンとかですね。嫌いっていう国は赤ですね。嫌いっていう国は中国、それからモンゴル、それからロシアはやっぱり、どちらかというとライクなんですね。中南米もライクです。つまりフランス人は白人ですから、白人系が好きなんですね。とそれから嫌いなのがアジア系なんですよ。つまり中国からモロッコに至る、中国、インド、それから中央アジア、中東、それから北アフリカというところが嫌いなんですね。だから民族が近い方が好きで、民族が遠い方が嫌いというのがフランス人で、私はこれまともだと思いますよ。ところが日本人は逆で、白人が好きで、アジア人が嫌いってことになるんですね。そうなりますとね、これ今のところ白人と、それから有色人種は戦いにならもう勝負しても負けますよ。だって白人は白人同士が好きなんでしょ。ところが、日本も中国も韓国もみんなアジアはアジア同士で反目してるんですから、だから
まあ、大東亜会議、東条英機さんがやった大東亜会議っていうのはですね、アジアが一体となろう、アジアが仲良くなろう、そうしなきゃヨーロッパに対抗できないよっていう、彼の大東亜会議の宣言というのは極めて正しいんですよね。つまり、アジアはアジア人同士で反目してるじゃないかと。こんなことしてたら、余計、もう今でもヨーロッパ人に殺されたりなんかしてるの、植民地になったりしてるのに、おまけにアジア人同士が喧嘩しててどうすんのっていうわけですよね。まあ、これやっぱり、白人崇拝とかそういうのがあるんでしょうね。この前の回にそれをやったんですけども、やっぱりそれが非常に強いような私は気がしますね。で、こういうような白人崇拝みたいなことやってたらですね、私はやっぱり白人に勝てないと思うんですよ。もともと白人の方がいろんな点で優位なんですよね。いろんな点で優位な白人に対して、さらにですね、有色人種同士は反目し合って、反日だとかなんとかやっててですね、韓国みたいに。まあ、日本も韓国に対して偉くトゲを立てたりしてるわけですよ。一方、アジア人を占領したフランス、白人の方はですね、白人同士が好きなんですからね。だから、白人同士が好きっていうのはやっぱり白人の文明を持ってて、街の作り方も白人に近いから、やっぱり白人同士は白人が好きになっちゃう。その点では日本と中国も漢字も共用してますしね。韓国だって随分日本と親しかったわけですよ。それからフランスはイギリスが好きだと言ってますけど、ラブと言ってますけど、イギリスとフランスってのはもう戦争をし続けてたわけですね。日本と韓国、日本と中国はちょっと戦争すると過去に、お互いにそれをネタにして今でも反対してるんですが、その点ではやっぱ白人の方が偉いんですかね。まあ、白人が偉ければ白人に支配されるのも、もうしょうがないっちゃしょうがないんですけども、まあ、残念ですよね、やっぱり。残念ですね。まあ、その点では私は、日本人っていうのがまだ随分強硫なんだなっていう気がしますね。まあ、かつての日本人の方がまだ中国とか朝鮮とも親しく、それほど悪い感じを持ってなかったわけで、まあ、その点では日本人は偉かったんですけども、まあ、この頃ダメになったとも言えないこともないと思いますね。まあ、ここのところはちょっと、この地図をよく見てですね、私たちがアジアの国を好きにならないで、白人の国が好きだという現状ですね。これやっぱりちょっと考え直さなきゃいけないんじゃないかとは思います。